夫役を演じます斎場弘樹です。本日プレイヤーライフ稽古本稽古2日目となりました。今本当こうミザンスをつけていただいている段階で、ちょうど中盤ぐらいまで、そうですね、真ん中かなりハイペースで、とはいえ稽古期間がそもそも2週間しかないということもあって、かなりヒリヒリハラハラしている状態ではあります。あとまあだから10回とかぐらいしか稽古場には来れないのかなとか思うと、本当に一回一回を大事に、臨まないとなと思いますので、まあ、ここから、本格的にどんどん進んでいくと思いますので、なんとかいい作品を作れるように演じていきたいと、はい、思います。の松原凛子です。この作品は本当に何度も上演されて、ドラマ化までされたっていう、かなり珍しい作品なんじゃないかなと思うんですよね。でドラマ化されたことによって、普段ミュージカルを見ない方にも浸透したような作品だと思います。その有名な人気な愛される作品をやるにあたって、はい、もう何名もの方が妻を演じられてきたわけですが、私をキャスティングしていただいた意味をこうしっかり考えて、私にしか出せない味を出したいし、それを今模索しているところです。はい、なんで笑うんですか。いやいや、味を出してください。味を、味を、味が大事です、はい、味が、はい、そう思っています。相葉さんもおっしゃいましたけど、稽古期間が非常に短いので、その中で皆さんとのこうコミュニケーションもたくさん取りつつ、5年間夫婦生活をしてきた、特に夫役の相葉さんとは、うん、仲良くしてください。はい、5年連れ添ったんだなというなんか5年前から連れ添ってました。ずっとね、ずっと ね長いですけど、はい、まあ、5年間そうですね。はい、そうですね。危ない。ちょっと濁してね。はい、5年夫婦の空気を醸し出すね。すごい対面。そうです。夫婦間、はい、長年連れ添った夫婦の空気、はい、落ち着いた雰囲気っていうのが、はい、出せることは重要だと思っているので、そのあたりも短い稽古期間で、はいはい、頑張っていきたいなと思っています。はい、実習生役を、演じさせていただきます豊原恵梨香です。まだ稽古2日目なんですけど、本当に毎日頭がパンクしそうなぐらいこうセリフや歌と向き合って、まだ私は個人的には作品にこう対峙するところまでまだいけてなくて、ただそのテーマは最初にこの作品に出会った時にでこれやらせていただくことになった時に、とてもなんかシンプルだけどすごく難しいし、なんか答えがないからこそこうみんなこう考えたりとか、それぞれに考えたりとか向き合ったりするような作品だなと思って、なんかざっくりじゃなくて自分の中での自分の中のなんかこう形というか、なんか作品への思いみたいなのをこう掘り下げていきたいなと思ってるんですけど、今はまだなんかそれどころではないような感じで、まず曲やセリフを頭に入れて、皆さん本当すごい覚えるのが早く、なんかその中でこう自分も揉まれさせていただいてるってことが大変なんですけど楽しい唐揚げみたいな、そうですね、なってます。なるほどね。で短い稽古期間なんですけど、素敵な作品になるように頑張ります。はい、演出の上田です。そうですね、これは2015年に初演されて、本当に小さな40席ぐらいしかお客様がない劇場からスタートした作品なんですが、まあそれがこうしていろんな人に見ていただいて、この素晴らしい出演者の皆様とまた上演できるのはとても楽しみでございます。本当に今までたくさんの方が演じてますけど、その人にしかできない
なんていうか作品に必ずなる作品なので、また以前ご覧になった方もまた初めてご覧になる方もぜひ楽しみに見ていただけたらなと思っております。はい、本当にまず覚えるところっていう課題がまずそこをクリアしてから、いろいろその作品の内容だったりとかその役について掘り下げるっていう部分がようやくできるので、まだそこに至ってないので、早くまずは体に入れる、でそこからって言ってもやっぱり時間がないので、もうそれぞれがもうそれぞれがそれぞれでもう戦っていくっていうスタイルが、なんかね覚えにくいらしいんですよね、私の歌詞ってよく聞く話だと。だから大変なんでしょうね、きっとね。そう、似てる言葉で一つのことを何回か、はい、そう言い換えていく、ていくので癖があります、はいはい、混乱しちゃうっていうのはあります。混乱してください、はい、ちょっと覚えていただいて、日本語の美しさが分かるので、はい、そこは大事に、ね、はい、ちゃんとやっていきたいですけど、はい、まずは覚える、はい、課題としては、はい、それからなんですけど、なんかこう教壇に立つとか、まあ、教育実習生ではあるんですけど、うん、ここ生徒の前に立つとか、上田一光さんからもそういうお話、そういう感覚を持つっていうのを最初にお話いただいたんですけど、やっぱりどうもこう人に何かを教えるというスタンスで生きたことがないのでなんかそれはすごく大きな課題だなと思っていて、なんかどういう、まあ、教育実習生だから初めてそこに立つっていうなんかのあってもいいと思うんですけど、なんかその立った時の感じとか、なんか自分の教師になりたいと思ってた、なんかそういう掘り下げを本当はしたいので早く覚えたいですね。そこから早く覚えたい、はい、ある方ですけどね、時間がね、この作品の稽古にして、本当によくやってましたね、それ本当にある方です、本当に逆に、ね、すごいな、はい、初演は本当にまだ曲全部出来上がってない頃です、それで、はい、よかったです、みんなには渡せてて、まだ来てないって、まだ来てない状態でやってた、クレームとか、うん、まあ、ありましたけど、もうしょうがないんでないからごめんねって稽古場で書いてたから、すいません、この作品何度も上演されてて、プレイライフ楽しみにしてますっていう、私もいろいろ言われててすごく言われてて、すごく言われてて、よかったです、はいはい、なのでそれだけ人の心に残る作品なんだなとすごく実感しているので、またおっしゃってたみたいに新しいプレイヤーライフを前に見た方にももう一度楽しんでいただいたり、新しく見に来ていただく方にはこの作品との出会いがなんかそのご自身のね、こう生きるってこととかに対するこう向き合うきっかけになったりとか、なんかそういう素敵な時間になるように頑張りますので、楽しみにしていてください。この作品をもうぜひ自分の物語としても感じてほしいという、うん、はいはい、思いを持って多分お書きになっていると思いますし、はい、私もそう思うので、そういう視点で見ていただきたいですし、パンフレットにも私書いたんですけど、この劇場にこの日この時間集まって、でこのチームを選んで見に来てとか、なんかすごいそういう偶然が重なって一緒の空間をその日その場所で過ごせる、一緒に共有できるっていうことは本当に奇跡だと思うし、それが尊いことだと思うので、その時間を共に楽しみたいなと思っています。はい、はい、プレイヤーライフというこの題名にこの今を生きるというテーマが、入っているんですけれども、改めてこうとても難しいことだなと感じています。何か悲しみだったりとか苦しみを背負って人それぞれ生きているとは思うんですけれど、やっぱりこう過去にとらわれたりとか、そういう瞬間って人は誰しもあると思うんですけれども、やっぱりこの作品を通して何か
何でしょうね、自分自身がこの物語、生きている人生の主人公だよっていうのを改めて感じてもらえるような作品になるんじゃないかなと思いますので、とてもこう深いメッセージ性が、含まれてますので、何かこう大事な方とかパートナーだったりとかお友達とかご家族とかそういう方と見ていただいて、何かこうこの作品の話をまた共有し合ったりとか、そういう時間とかもすごく尊いものだなと思いますので、こう生きるというテーマを改めて何か、こう日常の中ではまあ普段考えることが少なくなっていると思うんですけど、こういうことが作品のテーマになってますので、また見た時に何か楽しんでというか、感じてもらえたらと思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。いや、先ほどみんなも言ってくれたように、いろんな方に届いたらいいなとか、誰かある限定のね、特定の方々がなんかこう心に届けばいいっていうわけじゃなくて、こうたくさんの人の何か糧になるようなものが作りたいと思って書かれた作品なので、ぜひその何かしらその生きるかけらみたいなものを皆さん劇場で一緒に共有できて、なんか見た後にちょっとだけあったかい気持ちになれるみたいな、ことができたらいいなと思っています。本当に誰かそれぞれが何かしらその自分の人生を少しだけ投影できる部分があると思うので、なんかそういうものを糧にできるように私たちもちょっとまたねこれからお稽古をして、いい作品に仕上げていきますので、ぜひ劇場でお会いできたらなと思っております。よろしくお願いします。2日目はこんなだったけど2週間後どうなったかね、お呼びします。ありがとうございます。